皆さんこんにちは、ワッフレットロケーブチャンネルです。今日はですね、電車で GO プロフェッショナルズやっていきたいと思います。今日はですね、2021年11月25日0時5分に収録しています。ヤフーのトップニュースは、石油備蓄放出に指揮者効果限定的、児童2人死亡火災。これね、隠蔽にしろって書いて、父を逮捕って書いてます。なぜ彼が中3死亡に悲しみの声、34に跳ねられ怪我、75歳逮捕、水槽狭すぎとの声、水族館の見解、急進驚き、ツバメ、青木のフェアプレー、一番強い国は森保ジャパンが試合計画。これ森保さんだっけ、森安ジャパンって聞きますよね。北王子金谷、まだ山の麓とい、ヤフーのトップニュースになっています。でこのダイヤはね、約13分のダイヤなんて短いダイヤになっています。急進驚き、ツバメ、青木のフェアって、これは確か最初デッドボールの判定だったんですけどね、青木選手が自らファールだったりグリップに当たったとか、そういうので、まあね、デッドボールだったら塁1塁に出れますからね、そっちの方がいいとは思う。損得で考えたら、まあ、デッドボールで失礼した方が得なんですけどね、まあ、ここはフェアプレーでね、グリップに当たってるっていうので、最初審判球審の方もデッドボールで、ね、判定したんですけど、青木はファールだということでね、青木選手がファールだということで、うち、まあ、また次の普通に打席に入って、普通に打席に入ったってことですよね。確か結果はショートゴロだったと思うんですけどね、凡打には終わったんですけどね。ヤクルトも勝ちましたもんね、4対3だったかな、1点差ゲーム勝ちました。ドアを閉めます。変出発進行、佐世保発車。フェアプレーですかね、少年野球の選手にもね、いい影響を与えますし、レジェンドですね。ヤクルト、ヤクルト一筋、まあ、大リーグにも行きましたからね、まあ、レジェンドですね。まだにバッティングも健在ですし、守備もできますから、ね、すごい。37歳っていうのかな、マスク詐欺がなんちゃらってヤフーのトップニュースに伝わったなって、まあ、女性軽視だっていうことで今問題になって
CPU 停車定着。グレートでしか。あ、でもね、一回ね、そういうので話題になると、実は登録者数が増えたりね、するんですよね。再生回数が増えたりするんで、ね。ドアを閉めます。出発進行、キーウ発車。まあ、YouTube っていうのはね、なんか、まあ、このチャンネル見たり、バカ正直にゲーム普通にやってるつまんない動画はね、まあ、常識的には大きく外れたことは やってない、クソ真面目なチャンネルではあるんですけど、チャンネル登録者数とかね、再生回数は全体的に伸びる。でも一回そういうので、なんか女性軽視だとかってクレーム受けた動画をきっかけに、チャンネル登録者数が増えたり、再生回数が増えたりするっていう。悪いことした方が、実は、後々なんかチャンネル登録者数が増えて、美味しい思いをすると。大胆計測、進行。まあ、そういう世界でもあって、まあ、分かんないんですよ。真面目にやってるのが一番ね、危ない橋は頭突きです。第2計測進行。まあ、チャンネルの収益化とかね、登録者数とか再生回数とか、第1計測進行。まあ、一回警察にお世話になってからまた YouTube 再開する話題になったんですよ。場内人集められてしまう。内藤停車停止位置6。ここにYouTube。整理券と運賃または乗車券。まあそれはそれでいいんですけど。まあそういうのが起こるの面白いですよね。お忘れ物のないようにご注意ください。内藤に集まります。まあ一回警察にお世話になれっていうわけではないですけどね。結果そういう人の方がやっぱりなんか話題になって再生回数とか登録者数とか増えたりする。まあ、よくも悪くもそこが YouTube の面白いところっていう風にはなります。大東停車定着。大東定着。あ、なんか 450m でなんか注意信号制限40が。ドアを閉めます。出発進行、ライト発車。発車。関係なく、マスクしてる姿見て、あ、この人は結構若いのかなと思ってマスクだったら、あ、結構年いってる人だったって、ね、そういう感じのことありますけど、マスクしてる姿で勝手になんかね、こういう顔なんだろうなっていうイメージを勝手に思っちゃうんですよ。第2生徒、ちょっとイメージと違うっていうのはありますか。第1生徒の進行。場内進行、はい、停車停止位置に。制限45。これくらいにして。あと1分近くあります。
まあ、プロフェッショナルにしたらちょっと短いね。13分あるって攻略本には書いてあるけど、あと40秒あるじゃん。その次がハーストどっかで、ね、ヤフーの見出しで飛ばすぎ水族館っていうのもあるので、見出しがちょっと見たら結構なんか有名な人、その魚に詳しい方に、なんかここの水族館ちょっとやばいとか、そういう指摘を受けてるらしい。待機、停車、定着。まあ、その水族館運営元はちゃんと、まあ、周りに係員配備して、なんか子供が水槽を蹴ったりして、そういうのもあるから、そういうのも見かけるからどうなんだみたいなね。ドアを閉めます。そういう話題的な方に関してなんか説明して一発進行、待機、発射。係員がいるので、まあそれで環境というか整備していくんですので、本日はJR 九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は大宮、水槽が狭すぎて魚がかわいそうになるんですよ。まあそういう件も真摯に受け止めやっていくみたいな記事だった。水槽狭すぎて注意するスタッフはフランス大人はインスタバイト第4計測進行、子供がガラス蹴ったりって書いてたんですけど、急げちゃいけない魚に子供たちがバンバン餌投げて、注意するスタッフはフランス第3計測、注意したら注意したで、なんか変なこと言ってなんか理屈つけて言ってくる人がいるんで、まあ難しいっちゃ難しいですけど、第二兵卒進行。運営会社の結果を書いてる。お客様の問題、トラックとしてのキャッチに努めるといいます。調理スタッフを各社に配置。第一兵卒進行。場内進行、アウトレンボス、停車、停止位置4、全体ごと制限65、あれ大丈夫か、あれまだ時間ある、あとはちょっと、これ読みながらゲームやるって難しいもんね。環境確保に努めて毎日って書いてる。なんか変されてる。ハウステンボス停車5秒返着。どういうことだ。生態用した環境を確保に努めてまいりますと。水槽内の過密飼育のような事実もございませんと認識していると。あ、まだオープン1ヶ月が経過しって書いてある。オープンしたてだって、まあそういうニュースがあるらしいです。ということでね、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
電車で GO! プロフェッショナル2。